サイバーリンク、フォトディレクター8を使ってみましたまずドラッグアンドドロップで元になる画像を取り込みます i c ク o n ンで作ったインドの女性たちです今手動で色調や明るさを変えています元に戻して次にプリセットから選びます 左にプリセットを適用したサムネイルが表示されます補正前と補正後の比較です左右に並べる方法でいきますダウンロードしたプリセットも適用する前にサムネイルで効果を見ることができるので便利です 今回はデフォルトの人物の中のソフトドリーミーを選びました次に編集機能を使いますビューティーメイクのフェイスツールで小顔にします目は大きくします。こちらも小顔に。 次は、ボディシェーバーで髪型を整えます。顔はマスクしておきます。次は、フォトエフェクトのオーバーレイを適用してみます。位置や角度、大きさを変えられます。 スマートパッチで口や鼻の大きさや位置を変えてみますまず口を小さくします次に鼻も小さくして位置をずらします。 最後にレイヤー機能のクイックテンプレートを追加しますいろいろ試してみますこれに決めました。 これが加工前でこれが加工後です終わります。